酔っ払ってんの？頭を強く打ったんだね。俺たちが4年も戦争してるってこと覚えてるか？お前たち誰だ？てか、あれさっきまで剣持って飛び回ってなかったか？ギューンってさ、巨人を。とりゃ一から作戦を説明し直さなきゃだね。耳だけ貸してな、ファルコ。4年も続いた戦争も今ようやく大詰めなんだ。あのスラバ要塞さえ落とせば、まあ正確にはすぐ下にある軍港の中東連合艦隊を沈めさえすれば、この戦争は私たちマーレの勝ちってことなんだけどね。でもそのためには高台を守るスラバ要塞を抑えなきゃ軍港に攻め入るのは無理なわけ。マーレ海軍が海からやっつけてくれないのかな。ソフィア、お前あの海軍に何が期待できるってんだよ。制海権を奪うのに4年もかけやがった無能の声だめだぞ。それもあれだけやった戦艦を半分ぐらい沈められてやっとの快挙だ。そのくせ俺ら陸には1枚に4歳ぐらい落としてもらわないと困りますだぞ。くせやお前。エド、ファルコの頭ちぎるんじゃないよ。ああ、ごめんごめん。それで俺たち戦士候補生がなんでこんな前線に駆り出されてるんだ？そりゃ見極めるためさ。私たちの中から次の戦士を。時期が迫っている。マガト隊長は最終試験をこの最前線に決めたんだよ。次なる対局を見据えてパラディ島制圧作戦の主力となる鎧の巨人の継承者をね。